かかったぜ。疲れた。参った。よいしょ、よし。あ、けど車来る。よし、二足。あ、もう一回出しっぱなしちゃった。そうだ。よし。ですね、今、ビーコンプレイっていうのに、ビーコンプレイとですね、それからインスタ 360X の3とですね、Bluetooth で、音声をつないでます。まあ、どんなね、音声になるかわかんないんですけども、テストでね、一回、つないで、どんな感じか、なんて言いますか、見てみたいと思います。ちょっとね、出鼻から息切らしてますけど、木に刺して、オンになってるかと思ったらですね、オンになってなくて、ちょっともエンジンかかんなくて、で、まあ5分ばかりですね、キックのオンになってました。まあ、キックの鬼ね、わかる人はわかるんでしょうけれども、まあ、ちょっと大変でございました。カメラはですね、ちょっと後ろにね、インスタ360をつなぎまして、で、前にですね、これ、GoPro の9ですね、そこにですね、有線で、マイクをつないでます。ピンマイクですけれども、これから走るのはですね、金華山のドライブウェイのコースです。以前ポリシティのモニターに当たった時ですね、その時もそうでしたけれども、その後リオの時もここへ走りに来てますが、ちょっとね、同じような感じになるかもしれませんけれども、とりあえず撮ってみます。結構ね、市内側から登るとですね、最初にね、急座があるんですよ。だからそこを登ってくれるかどうかですね。ちなみにこれはね、ソロというで、2003年に作られた、まあ2003年頃に作られたと言った方がいいのかな、バイクです。 50cc です。ホンダのエンプロジェクトというのがありまして、まあ若手にですね、若手の発想でバイクを作らせるというようなね、そんなことだったと思うんですけれども、その第一弾に作ったのがエイプってやつですね。エイプ、もう2色に落としましたよ。で、これはですね、エイプの後はズーマーで、その後ちょっとわからないんですけれども、その後に
作られたバイクです。最後このあと 250cc のね、あの後ろのシートがあの背もたれになるようなね感じのバイク、あれが最後 N プロジェクトでは最後だったというふうに思いますけれども、金華山のですねドライブウェイコース入ってきました。まだね、タイヤ前も後ろもね新品なんですよ。でもちろん、倒してね、倒してっていうのは、バイクをですねバンクさせて走るような走り方っていうことは私しませんけれども、まあ下がね今ちょっと濡れた感じになってますので余計滑りやすいかと思ったらちょっと注意しながら、走っていきたいと思います。これはあの株のエンジンと同じですし、変速もですね3速のロータリー式になってます。今の株ですと4速ですね。もちろん、燃料なんかはちゃんと電子制御でですね出るようになってますけれども、これキャブ車、変速も3速までしかないというですねそういう代物でございます。よし、ちょっと止まって前のねそのここ広いな、この辺にしようかな、ちょっと止まりましてね、前の私の方向いてる、よいしょ、ニュートラが入った、カメラをですね、前向きにセットしてみたいと思います。よし、いいかな。よし、じゃあここからはですね、前向きフロント出して、よし、おお、おいいですね。はい、ウインカー戻して急カーブ、ブーン、よっしゃ、入りはね、ちょっとこのマイク、後ろ向きにつけて、マフラーの近くにね、一回つけてみたいと思います。おー、調子いいね。今ね、2速で、これ3速です。ちょうど30キロ。あ、登らない。よし、いいぞ。いやー、本当にこれも2003年前後に作られているということは、もう20年近く経つバイクですよね。しかし思ったよりっていうか調子いいですね。
よいしょ。本当にいいエンジンですね、タブのエンジンっていうのは。なんか後ろの棒がですね、だんだん下の方へ行きました。よし、一足に入れ直して、今ね、これセンターラインに秒みたいなね、反射板が取り付けられてるんですけれども、一時期ね、やっぱりここをですね、ドリフト族のような人とかね、50cc のバイクなんかでね、結構タイムアタックするようなね、感じの走り方をする人がいて、でこういうそういうことがね、できないようにっていうか、やりにくくしてあるわけですよね。余分なことですよね。まあ、これによって接触事故なんかも減ったと思いますけど、やっぱしちょっと。量に比べてね、やっぱりこっちの方が快適ですね。
もう少しこのね2つぐらいカーブを回ると反対側のねところへ出ます。いやー、私より年配の方がね歩いて見えますね。見合わなかったですね。はい、出てきました。横向いとったら起きませんね。はい、じゃあこの辺でですね U ターンしたいと思います。
電車の人が見る。今日はですね、もうこのままガンガン潜りますね。パトロールのか、パトロールって書いてありましたね。まあ、パトロールの方も歩いてるのかな。まあ、息子がね、これ乗ってた、ソロっていうバイクなんですけども、本当に、調子いいですね。それはまあ錆びたりねしてますけどね、あっちこっちね。まあそれはそれでいいのかな。いい感じですね。もうすぐ360度のカメラバッテリーが切れるかな。なんか黄色と赤の点滅に変わった。もう 20% ぐらいしかないのかもしれません。なんとか下へ降りるまで録画してくれないかな。これもしね、切れたりしたらごめんなさい。